だいぶね、質問が多い、フロッグのレッグの長さ、これにお答えしたいと思います。まずですね、これまあちょっと試合から帰ってきた時にそのまま出したタックルなんで、まあ、こんな感じの長さに切ってるんですけども、まあ、こうね開けてもらってフロッグを出します。でこのまんまね、ノーマルだと意外とレッグが長めにね設定してあります。でこれは何でかっていうと、長い方が当然ね水中でゆらゆらしてアピール力があるんですね。でもアピール力がある、あるんだけど、水にこうね浮いてたり沈んでたりするんですけど、バスがねそのアピール力のためにレッグを引っ張るんだね。そうするとバシャンってきて、意外とねミスバイトすることが多くなるんで、でレッグを切ってあげます。で切るときに目安としてはフロッグのレッグをバンザイさせてあげます。こうやってで足を頭に向かってバンザイしてあげて、バンザイしたこの状態だよね、余った分ちょうどこのフロントノーズぐらいのところにで切ってあげます。長さ的にはこんなもん。これがまず基準の長さ。こっからバンザイさせてね、もう一回逆さにさせた状態でこのノーズぐらいのところ、ちょっとまだ長いからこれ切ってあげる。このもんだね。これが基準の長さ。こっからより短くねトリムしてあげれば、よりねドッグウォークしやすくなる。短くすればするほどドッグウォークするけど、レッグのアピール力がなくなってくる。僕はねちょっと片側をちょっと若干短くしてあげて、片側残してあげることが多いんだよね。別になんでってわけじゃないんだけど、この方がこうドッグウォークさせた時にこうちょっとイレギュラーになるかなと思うんだけど、でも実際そんなに変わりないと思うんだけど、だいたいこのぐらいの長さ、逆さにしてよりもちょうどぴったりぐらいが基準。そっからちょっと切ったぐらいに片方してあげたり、ちょっとトリムしてあげたぐらい、このぐらいの長さを目安にしてます。でこれ試合で使ってるやつね、多分同じぐらいだと思うんだけど、ほらね、こうやってあげると、あー切りすぎちゃったとか、逆にちょっと今回短めにしたいな、こうドッグウォークいっぱいさせたいな、足の前でドッグウォークさせたいな、ポケットの中でドッグウォークさせたいなって時は、この基準からまたさらにちょっと切ってあげる。でこうやってやってあげると、うわー切りすぎちゃったってことがなくなるんで、もう目安は逆さにしたりね、こういう風にしてノーズの長さ、これ同じように今これね、スティーズポッパーフロッグジュニア非常にね数釣れる。でこれ小さいけどすごいアピール力が良くて、小さいのから大きいのまで釣れる、このスティーズポッパーフロッグジュニア、これなんかも小さいからアピール力がね、ボディが小さいからアピール力を残したいからレッグはこのまんま、でもこれもほら少し長いぐらいに設定してあるから、より短くすれば、こっからより短くすればよりドッグウォークする、で残しとけばよりアピールする。でも長さの基準は逆さまにして、フロントアイより短いか長いかってやってあげると、自分の好みのレッグの長さが見つかると思いますので、参考にしてみてください。